え、川口そんなにクルド人やばいんですか。川口だけじゃないんですよ。これ本当のこと言うと川口以外のね、いろんなところでね、外国人が問題を起こしております。ただ川口のクルド人がね、まあ次から次へと犯罪を犯してですね、で、この間あの川口のね、女子中学生をね、強姦したりとかですね、もうめちゃくちゃやってるわけですね。でもそれを日本側がですね、何にも言えない。馬鹿じゃねえかっていうですね。 いや、ですからね、川口を守るためにというわけではなくてね、日本を守るために声を上げるんです。我々は川口に住んでませんよ。川口にはいないけれども、同じ日本ですから。日本全国どこでもね、日本なんですから、日本を守るために声を上げなきゃいけないんですよ。外国人を入れるというバカな政策を今のね、政府が取ってるわけですね。で、国民がどう判断するか。移民政策で断固反対の声を上げてるのは日本第一党だけですからね。 我々以外に移民反対って言ってる政党がどこにもないんですよで。あなたたちがね、さっきから保守だなんだって書いてたね、ツルピカハゲマル党だってね、移民政策の是正を訴えてるんであって、移民政策に誰も反対してないんですよ。で、それを保守だって言ってるわけですよね。バーカバばあかという感じですけどね。<laughs> だから彼らは根本的に自民党と同じだって話なんですよ。だから安倍坪増万世とかやれるわけですよね。 でも桜井が予想した通り全部当たってるでしょ全部当たるっていうことは、今後のね、日本に対する予測もほぼ当たりなんですよ。で、その当たるっていう予測で見ると、日本人がね、こ社会の主役からね、こう追い立てられて、端っこの方に寄せられて、外国人が主役になる。で、外国人が主役になった日本というのは、まあそうなった時に日本人がどうできるか、何もできやしないです。 だからその時になって初めてね、ああ、桜井の言ってたことが正しかった。桜井みたいに戦えばよかったって後悔するんでしょうけれども、もうてめえらおせえや。まあ、こんな感じになるんですよ。